それではただいまから新型コロナウイルス感染症に関わる第40回青森市危機対策本部会議を開催いたします。本日の手話通訳者は福祉部障害者支援課の田中照美さんと戸島徹子さんです。本会議の目的は青森市内における感染状況と県の検討結果を踏まえ青森市として実施する対策について徹底を図るものであります。それでは当初市内における新型コロナウイルス感染症の状況について保健部より報告をお願いします。本市における新型コロナウイルス感染症の状況についてご報告いたします。資料1をご覧ください。はじめにこれまでの感染者の発生状況についてです。感染者の累計は本日の166名を含め本日時点で3011人であります。クラスターの累計発生件数につきましては本日の新規1件を含めこれまで77件となります。次に昨日までの相談検査実績でございますが、相談件数は昨年度の実績も含め昨日時点において7551件、検査状況につきましては23912件です。続きましてワクチン接種状況でございますが、2月4日時点で65歳以上の方の1回目の接種率は 95.5%、 2回目の接種率は 94.8% です。また12歳以上の接種率につきましては1回目 87.9%、 2回目 86.9% です。3回目の接種につきましては接種人数は 12,744人、接種率は 5.0% です。次に本日の感染症患者の発生状況についてご報告いたします。本日新たに2846例目から3011例目の166名の新型コロナウイルス感染症患者と1件のクラスターを確認いたしましたのでご報告いたします。なお本市における1日の新規患者発生数としては2月2日でご報告した150名を超える最多の発生数となります。166件の概要でございますが、166件のうち調査の結果感染経路が判明している方は96件、経路判明率は 57.8% となっております。また本日公表のすべての方が軽症もしくは無症状であります。感染患者の年代は10歳未満10代74名、20代9名、30代22名、40代22名、50代12名、60代9名、70代3名、80代以上15名となっております。続いてクラスター関連です。本日新たに市内の入所型高齢者施設でクラスターの発生が確認されましたのでご報告いたします。このクラスターは本日ご報告いたしました2944例目から2955例目の50代から80代以上の男女12名、2月2日にご報告しました2565例目の80代以上女性、2566例目の80代以上男性、合わせて14名が同一の高齢者施設の職員または利用者であることが確認されました。当該クラスターでは現在のところ関連した方の陽性は確認されておりません。当該施設の検査状況です。職員または利用者と121名の検査を行い、14名が陰性、107名が陰性となっております。当該施設は施設の特性上入所者のマスク着用が難しい場合がありますが、共用部分の消毒、マスク着用、換気を行い、外部からの面会は原則中止としているほか、職員は常時マスクを装着し、検温、手袋を着用するなど感染対策を行っていたと伺っております。なおすでに保健所職員が施設を訪問し、施設内のゾーニング、執務室内の感染対策を施設職員に指導しております。次に公表済みで健康観察中のクラスターについてご報告いたします。
1月28日に公表した保育施設クラスターで関連の方を含め2名増加し40名、2月1日に公表した学校1小学校のクラスターで関連の方を含め5名増加し23名、同じ日公表いたしました学校2小学校のクラスターで関連の方を含め7名増加し33名、同じく2月1日に公表した学校3小学校のクラスターで関連の方を含め15名増加し42名、同じく2月1日公表の学校4小学校のクラスターで関連の方を含め2名増加し20名、同じく2月1日公表の学校5高校のクラスターで関連の方を含め3名増加し23名、同じく2月1日公表の教育施設クラスターで関連の方を含め2名増加し10名、2月3日公表の保育施設クラスターで関連の方を含め1名増加し8名となっております。次に青森市職員の感染が判明いたしましたのでご報告いたします。市2851例目の30代女性、市2906例目40代女性はいずれも市職員でございます。市2851例目は勤務の状況から市民の皆様への感染の恐れはございません。市2906例目は市2443例目の濃厚接触者となり健康観察期間中でありましたことから、こちらも市民の皆様への感染の恐れはありません。いずれも職場における消毒については実施済みでございます。報告は以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは本部長、指示をお願いします。はい、第40回新型コロナウイルス感染症にかかる青森市危機対策本部、本部長指示として申し上げます。2月4日金曜日、青森市内では2846例目から3011例目となる新型コロナウイルス感染症患者が166名発生、また新たなクラスターが1件発生しました。このことを踏まえ、またオミクロン株の感染力の強さを念頭に置きつつ、重点的疫学調査を実施し、感染拡大防止を図ることを指示します。また2月1日火曜日、青森県に対しまん延防止等重点措置の対象区域に青森市の追加を要請したことについては、本日青森県より県内の感染状況等を総合的に判断し、現時点においてまん延防止等重点措置の弘前市以外への拡大を見送ることとされたことを踏まえ、すでに対象区域に認定された弘前市の感染防止対策に順次以下の通り指示します。1つ、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出移動を自粛することや、不要不急の都道府県をまたぐ移動を極力控えること、飲食店等を利用する際は同一グループの同一テーブルでの会食を4人以内とすることや、在宅勤務テレワークを促進し、体調不良の時は無理せず休暇を取得することを呼びかけること、2つ、保育士の応援派遣や保育所等の感染防止に要する経費など職員の感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施していくための必要な支援を行うこと、3つ、小中学校における対応として受験期にあたる中学3年生を除き、原則各学校学年単位での分散登校を実施すること、今般まん延防止等重点措置の要請について青森市を対象区域に加えることを見送るとの見解が示されたところですが、非常に強い感染力を持つオミクロン株の感染状況は日々変化しています。感染拡大につながる懸念が見込まれる場合には躊躇なく対策を実施するとの認識が示されたことから、本市においてさらなる感染対策を実施した上で引き続き青森県と協議を継続してまいります。以上であります。はい、ありがとうございました。
以上をもちまして青森市危機対策本部会議を終了いたします。この後、3階で記者会見を実施いたします。解散願います。はい、それではただいまより第40回危機対策本部会議終了後の視聴記者会見を開催いたします。それでは少々よろしくお願いいたします。はい、新型コロナウイルス対策の本部開催後の記者会見ということであります。まず改めてでありますが、冒頭申し上げるべきは今般のまん延防止等重点措置の要請につきまして青森市を対象区域に加えることを見送るという見解が青森県より示されたところであり、大変残念に思っておる次第であります。ただ我々まず現状はですね、下を向いていることができません。我々にできることを全てやっていくという観点で今はそれを嘆いている時間が残念ながらありません。小中学校における分散登校、それから保育士の応援派遣など保育の現場を守ること、こうしたことを通じて特に子どもたちを守っていく必要があるということでさらに厳しいお願いをせざるを得なくなっています。市民の皆様には改めてでありますが、弘前市まん延防止等重点措置の適用地域、弘前さんですでに呼びかけておられます。ものと同等の呼びかけをさせていただいております。混雑した場所、また感染リスクが高い場所への外出、移動については改めてご出向いただきたいこと、さらには不要不急の都道府県をまたぐ移動を控えていただくこと、さらには飲食店の利用の際は、テーブル同一を4人以内で会食いただくこと、また、在宅勤務テレワークを促進して体調不良の場合は無理せず休暇を取得すること、これは私ども弘前市と同等、まん延防止等重点措置の適用地域である弘前市と現状が同等以上であるからこそ、県にも要請をさせていただいたわけでございますので、弘前さんとこれに準じて感染防止対策同等以上のことを行わなければ感染は止まっていかないということで、ぜひ市民の皆様にはこの状況を乗り越えるべくご協力をお願いしたい、このままお借りしてお願いを申し上げます。本日は質問多々あろうかと思いますので皆さんからお受けしたいと思っております。はい、それではご質問をお受けいたします。ご発言にあたりましては社名とお名前をお願いいたします。ご挙手いただければマイクをお持ちいたします。ご質問ございませんでしょうか。はい、東日報社の山口です。はい、今市長からもお話しちょうどあったんですけども、はい、残念に思っている次第だという受け止めだったんですが、市長以前の会見でもお話ししていたように、弘前市でもその飲食店クラスターの認定というのは、ないと、青森市は一定でということで、京都のマンボウが適用されなかった、拡大されなかった理由が、飲食店ではなくて学校とかで出ているという理由を挙げて、いましたけども、そうしたものに対する不公平感を当然、青森市の飲食店の方とか持つと思うんですが、その点に関する市長のお考え、見解を教えていただきたいです。はい、県からも、正式に私の方にも、この適用を見送るという連絡をいただいたわけですが、きちんとご報告しますと、4点、の部分を考慮して判断したという説明を受けております。1点は、共通するもの、3点は弘前市と違うものという説明を受けました。1つ目が今ご詰まった飲食店を禁止する感染の広がりについてです。弘前市ではこの記者会見でも飲食店のクラスターはないということで申し上げましたが、県と事実確認すり合わせしたところ、1月中旬に会食とクラスターということで2件発表されているというご説明をいただきました。その他会食等を起点とした感染の広がりを弘前市では複数確認されているということでした。一方で青森市についてはここでも何度か触れてますが、飲食店クラスターもすでに1件出てますし、それ以外にも5件以上、少なくとも5件以上店舗での会食等を起点とした感染の広がりを確認している。これは
冒頭言いましたように県の方でも共通の認識である、いずれも飲食店と利用した感染の広がりであるという説明を受けました。一方で3点、弘前市と異なる部分という説明を受けました。一つは、年齢の階層の問題、二つ目が、新規陽性者10万人当たり新規陽性者数の問題、そして三つ目に、県全体、つまり市町村ごとの陽性者のこう、まあ、シェアという言い方はよくないですが、まあ、占める割合、その3つが違うというご指摘を正式には賜ったところです。1つ目の年齢階層別、新規陽性者の年齢階級別の、まあ、割合というのになりますけれども、弘前さんの判定期間は1月17日から1月23日だったそうであります。40代以上の感染割合が 23% から 56% に増加する傾向であった、あとは60代以上の継続的な感染を確認したという説明を受けました。一方で青森市が申請した時点で、2月1日ですけれども、そのいわゆる判定期間となる1週間、1月26から31日までと説明を受けていますが、20代以下の感染割合が 41% から 63% ということで、いわゆる若い階層に広がっている。弘前市は高齢の世代に広がっていってるけど、青森は若い世代に広がっているということで、これがまず弘前と異なるという説明を受けています。2点目に人口10万人あたりの新規陽性者数、これは御社はじめ各社報道もされてますけれども、いわゆる申請時点1月24日の弘前市の人数は約370人と聞いてございます。これも承知しています。一方で青森市が申請させ陽性をかけさせていただいて2月1日時点では約163名、370と163ですので、まだ開きがありますというご説明でした。ただし今日時点では、まあ、皆さん多分計算されてるんで報道されると思いますが、238人程度になるはずです。我々も計算してますが、ですので、その申請した時より当然今日も人数増えてますので差は縮まってるわけですが、まあ、いずれ370人届いてないということの説明はいただきます。最後に3つ目ですが、市町村ごとの新規陽性者数の、まあ、推移、先ほど申したように1週間、こちら1月18から24という報告を受けま説明いただきましたが、弘前保健所管内の感染割合は 56.7% だったそうです。一方で我々のいわゆる判定期間となっている1月25から1月31と報告いただきましたが、直近 20.2%、まあ、56対20ですので、要は県内の、まあ、シェアと先、あまりシェアという言い方よくありませんが、県内でも 56% 弘前市が占めた時点で陽性をしたんだと、我々ご要請差し上げたときは 20% でしたと。これ県全体の数字がないと我々分かりませんので、ただ要は県内の、まあ、2割は青森市だけれども、それ以外もあるということで、以上、まあ、共通の部分が1点、ただし違う相違するところが3点あるので、まあ、両市、まあ、個別感染事例では飲食店の広がりは共通していると認識しているけれども、感染拡大状況のが異なるので、まあ、今回見送るという正確には説明を受けています。まあ、それを踏まえて、まあ、ただ今日の本部長審でも申し上げましたし、県側の方でも今後さらに拡大見られる場合は躊躇なく措置を講ずるというお話をいただいてますので、それを踏まえて、まあ、引き続き、まあ、我々も今感染状況拡大傾向に残念ながらありますので、引き続きお話はしていきたいと思っています。そういう説明でした。はい、わかりました。まあ、細かいんですけども説明は、今日例えばいつの時点で、はい、誰からどういう形でというのは伺えますでしょうか。はい、まあ、山口さんからそういうご質問あろうかと思いましたのできちんとメモしましたが、10時45分に、危機管理局長さんから、まあ、橋本さんですけどもお電話をいただいてお伺いしたところ、10時、県側で10時に決定、最終決定をされて、それで私どもに10時45分私が直接お電話をお受けしてお話しそうしたことをお伺いをいたしました。まあ、昨日の市長の会見の発言の中でも、まあ、陽性が認められようとも認められないともというような話もありまして、まあ、受け止め方によってはなかなか難しいということを織り込んでいたのかなというふうにも感じていますけれども、はい、その辺のこうなかなか難しいというところ、どの辺の段階からこう協議の中で
持っておったのかっていうのは、教えてもらえますでしょうか。はい、もちろんこの場でもご説明申し上げましたが、担当レベルの丁寧に説明に伺いまして、まあ、そうした状況が違うというお話を伺ってましたし、私自身も県庁の方にお邪魔してご説明をする機会もありましたので、その中で、まあ、飲食店の部分はこうだけれども、まあ、なかなか感染の人数という点で弘前ともまた違いありますねという話、まあ、ある意味一定程度まあ、感触の部分でですね、まあ、もろ手を挙げて賛同しますよという状況ではないという状況、ただ専門家の皆さんにお話をお伺いしますというご説明でしたので、まあ、その専門家の皆さんのご判断を踏まえてだろうなという感触は受けたまってましたが、そういう意味では認められると認められまいとやらなければいけないという覚悟は昨日申し上げたつもりであります。わかりました。まあ、繰り返しになりますけども、この、まあ、認められなかったということに対する、まあ、率直な所感を今一度お願いします。はい、率直に申し上げて大変残念ではあります。この場でも何度か繰り返しましたが、用いるカードを全て切ってやるべきことを全てやっていかなきゃいけないという部分で、青森県にこの要請をさせていただいたわけですが、まあ、残念ながら飲食店の営業制限については特措法上県の青森県の権限になっています。青森市としては県のご判断として、また専門家のご判断を踏まえてそう判断されるとなれば法律的権能はありません。ですので、まあ、残念でありますが、我々にやるべきこと、やらなければいけないこと、権能を持っていること、例えば小中学校の分散登校をはじめ、我々が管理しているところはしっかりと対応し、一方で高校と、県の方でも知事さんが会見されたんですかね、高校、いわゆる 県の管理されている県教育委員会が対応されている部分は県できちんとさらに強化していくというお話があったやに伺ってますので、そうした私どもの用いる権能でこれをやっていくしかないですし、まあ、今回のまん延防止等重点措置については、まあ、県の、まあ、県のご判断です。我々要請お願いはできますけれども、判断権は青森県にあります。残念、大変残念だと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、他にご質問ございませんか。各地の眠服の件なんですけど、今日の本部女子で 3.77 項目あります。はい、これは、過去に、はい、青森市としてすでに打ち出したことのある対策でありましたでしょうか。はい、下から申し上げますが、分散登校につきましては、かつて全校一斉休校になった後、遠隔授業の実施、全校遠隔授業の実施を経て分散登校に至り、それから全校出校というふうになりました。ですからその時の分散登校の経験は我々も持っています。ですから今のご質問通り過去やった経験はあります。ですから例えば小学校が先ほど学年単位とお話ししましたが、早ければ週明け月曜日から奇数学年が出て偶数学年がお家で遠隔授業で、それを次の火曜日は交代している。当然小学校や中学校、また受験生である中学3年生は除くですから、中学校は2学年だけですけど、小学校は6学年やらなきゃいけないということもありますが、その辺の部分でどうしても準備に時間がかかるとかありますけれども、各校の実力に合わせて、またあとは放課後指導会もそれに合わせてこれは延長しなければいけませんので、しっかり延長して、例えばそうした場合にどうしてもお父様お母様働いているので、ここを児童会にという方はお預けできるような、やはり時間延長、ここを児童会との接続もちゃんと取る、これは経験があるからできることで、経験値を生かしてやっていきたいと思います。あとは保育所の関係、感染防止の支援、例えば備品の購入とか、あとは必要な、まあ、手当の支給などについては過去何度か国の制度の中でやったことございます。そうしたことを踏まえて、また応援派遣についてもそういう県全体の制度があるそうでございますが、このあたりを利用して実施をさせていただきたいと思います。一番上の部分と弘前市さんが呼びかけている部分というのは政府国であったり青森県が呼びかけているものであったり、また弘前市さんがお考えになってチラシを配ったりという部分ですけど、我々としては弘前市と今同等かそれ以上の状況なので要請をさせていただくわけですから、同じようにということで、まあ、我々としてこの 4項目のパッケージで呼びかけたことはありませんけれども、ただし多分佐野さんも含めて何度か、まあ、それぞれの角度で例えば4人以下に会食をするとか、テレワークをできるだけ使うとか、それぞれのタイミングであったと思いますので、そのタイミングでそれぞれはあったと思います。ただそうしたものをフル活用総動員して対策を取っていく、そういう考え方です。
すみません、ありがとうございます。上から、1つ目、2つ目のこの項目、こちらはいつから、いつかというか、まあ、多分今すぐ出ますか、早急だと思うんですけど、はい、いつからこう実施 してほしいというか、1つ目2つ目というのは白丸の1つ目2つ目という意味でしょうか。まあ、白丸の1つ目はぜひすぐ、まあ、呼びかけをさせていただいて、お一人お一人ができることですので、まあ、リスクの高いところで出ないということ、それはお一人というのは心がけの問題でもありますので、ぜひ即対応いただきたいと思います。テレワークについては今日金曜日ですから、会社によっては週明け月曜日とかそういうところもあるでしょうけれども、まあ、そうしたことは徹底をぜひいただきたい、まあ、即やっていただければと思います。保育士の応援派遣制度などは県としてそういうスキームもあってやっていくということになりますので、まあ、万が一出てくれば直ちにとなりますけれども、まあ、感染防止等の決支援などはこれは予算が必要ですので、議会の議決を得てやっていくとか、まあ、そうしたものと条件はついていきます。分散登校の件は先ほど、まあ、白丸3つ目ですね、これはいいんですね、先ほどご説明したからいいというご説明でした。はい、以上です。ちょっと聞き忘れました。これらの3つの対策、白丸3つの対策は、市としては、現時点でいつぐらいまでの年度に、やってほしいというか、そこに期間の期限に、そこを考えてますか。はい、まずは弘前市に準じてということですので、まあ、結論が言うと2月20日、日曜日、一旦目途として考えるつもりです。つまり、まん延防止等重点措置の延長期間2月20日までだったんです。まあ、ただ国の状況、あるいは弘前さんの状況によって延長があるやなしやというのはあると思いますけど、一旦2月20日日曜日を目指してまず構築していって、まあ、呼びかけは多分続けます。ただそういう例えば分散登校など一旦そういう考え方をします。あって、今日でも4日連続で3桁100人台の感染者というちょっと今までない状況ですけど、はい、何か例えば今2月20日を目標とはおっしゃったものの、はい、例えば1日あたりこのぐらいの感染者数に落ちてきたらというそういう基準みたいなものって何かと思いますか。今の段階で基準を持つわけではありません。まん延防止等重点措置の期間というのはこれは、まあ、県もそうですし国全体でも今お考えがあって延長されたりしているところもありますので、それを踏まえて、まあ、そうした、まあ、いわゆる国や県の方針、基幹方針みたいなものも見ながら、もちろん我々の青森市の感染状況も見ながらですけど、この数字になったら解除してと、そういうことではないと思いますが、ただ学校は急にお休みにしたり、急に登校したりというのはできませんので、一定の時間をかけてと思ってますが、できるところは早くやっていただいて、ただ一旦2月20日がどうだろうというのは、まあ、期限がやっぱりいつまでやると一旦示さないといけないので、まん延防止等重点措置の期間に合わせてお願いを、まあ、しよう、まあ、市の教育委員会から何をつけどさせていただこうと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、他にご質問ございませんか。はい、ではお願いします。デリートオークの桑田です。よろしくお願いします。先ほど県から4つの指標というかそういうもので説明されたということですけれども、はい、まあ、残念に思うとおっしゃっている一緒に伺いますとあれかもしれませんが、はい、その説明に納得はいきましたね。まあ、残念というか大変残念だと思っていますけれども、まあ、ただ実数人数の件についてはこれはまあデータ事実ですので、事実としてこうだというご説明は納得するというわけ、必ずしも諸手挙げて賛同する納得するではありませんけれども、事実として受け入れるということだと思います。大事なことは1点目の飲食店を起因とした広がりについて、これについては一定程度弘前と共通の認識を持つということに立っていただいたことは大きいことだと思いますし、まあ、今後いわゆるデータの部分、人数の部分で例えば世代とか10万人当たりの人数とか、あとは新規陽性者の、まあ、いわゆる推移ですね、県内シェアというちょっと言葉悪いですけど県内の率みたいなことが出てくれば、また要請を申し上げるというある意味基準がお示しいただいたということですので、そこは大切なことだと思います。まあ、デイリーさんのご質問ですので、例えば青森市以外にも県内でも当然青森市はどういうふうに判定されるんだろうということを固唾を飲んで見られている市町村たくさんあります。個別の状況は私がいう席はないですけれども、各市町村でもそれぞれによって厳しいところはあって、でどういう基準でまん延防止等は重点措置が適用されるんだろうということをやっぱり私と同じ首長さんたちもとても気にしていると思います。その中では今の3つ、4つですかね、飲食店等の状況、それから、階層別の割合、そして、10万人当たりの陽性者数、そして、県内の率、
こうしたあたりを見ますよということをきちんと青森県としてご判断いただいて、これをまた専門家にも お諮りいただいた上できちんと伝えていただいた、これは要は要請してもちろん大変残念ですけれども、そうした基準になってくれば各市町村、私どもだけじゃなくて各市町村も一つの考え方として県に相談すべきだということが分かるという意味では、今あえて数字を申し上げましたけれども、そうした状況だということだと思います。私自身も今日午前中県知事さんもお話しあったと聞いてますけど、青森の市長ですけども、県全体の10市の代表役市長会の会長を手伝ってますので、市長会全体としても飲食店はじめ経済厳しい状況なんだということは直接お邪魔した時もきちんとお願いをしましたので、それを踏まえて県の方でもお考えいただくということはお話しいただいてまして、今日の午前中もそういうお話あったと聞いてますので、それは市や町村の皆さん、40の市町村の皆さんにとても大切な今のお話だったと思っておりますし、要請したことがただいたずらに無駄だったと思うつもりはありません。もう一点、今お話ししたその市長会長としてご相談された件で、知事が経済対策というか市町村の独自の策に対して支援を、昨年度と同様の支援をしていきますよとおっしゃったんです、知事が言いましたけども、それについての受け止めはいかがですか。もちろん青森市のみならず全県的に飲食店はもちろん、弘前市での、まん延防止等重点措置ということがいわゆる波及的に非常に全県的なダメージを生じていることはみんな、例えばデイリーさんですから、例えば八戸市さんもそうですし、大きなダメージがあることはデイリーさんも含めて各市各報道機関ご報道されている通りです。そうしたことについて目配りをいただくことはもちろん大変ありがたいことですので、私もそれ自身を、ある意味市長会の代表として申し上げたつもりですし、それについて重く受け止めてくださったことは感謝申し上げたいと思います。それはまん延防止等重点措置の要請とはまた、関連はします、関連はしますけれども別の観点でそれは感謝すべきものだと思いますので、そういうふうに理解しています。ありがとうございます。はい、他にご質問ございませんか。はい、では前の方で大津市の市民です。お願いします。学校で連日クラスターが発生していて、過去に発生していたところも連日増え続けているという状態だと思うんですけど、もっと強い措置としては休校というのがあると思うんですけれども、そこを分散登校にした理由というのを伺いますか。別途まず結論から申しますと、別途休校措置も必要だと思っておりますし、休校の対応を取るところ学校も考え実際に実施する予定です。学校名は申し訳ございません、申し上げられませんけれども、休校措置を取る学校も、我々としては当然必要だと思ってまして、その措置を取るところもあります。ただ共同通信は直接ではないと思いますけれども、学校それ取材するというのはなかなかできませんので、分散登校等の取材はいただけるようちゃんと市の教育委員会にも指示をしますけれども、休校全校休校をするところについてご取材についてはご配慮ご遠慮いただければありがたいと思います。ただその措置もきちんと取らせていただきます。全校休校というのがどのくらいあるとかっていう、現時点では1校です、小中学校から、一応学校種別は申し上げない方がよろしいと思いますので、そこは我々が持つので 小学校か中学校のどちらかです。どちらかの1校が一応休校と中学校です。これは今日、来週、もう今日は学校終わってますので月曜日からということになります。期間的なものっていうのは、期間は正式に言うと土曜日からってことになりますけれども、現時点で、ちょっと日付を申し上げるとよくないか、日付もいいですか。一応水曜日まで5日間というふうに今のところ見込んでいます。例の濃厚接触者の期間も一定程度考慮しながらそのように対応します。それは学校クラスターが数ある中でそこを選ぶ理由というか、学校の規模感とかそれとも特異な事例があるのか、文部科学省の指針に従いますが、複数学年で発生した場合はそのような措置を取るようにということになっています。ただもちろん複数学年でも拡大が複数学年でしている場合はすべきですし、そうじゃなくて片方の学で終わってるんだけど片方が良くなっててという状況もありますので、機械的にやるわけではありませんけれども、複数の学年でそうした状況が、今日も先ほど保健部の方で10代以下の感染状況を発表してますけども、そうしたことを踏まえて判断させていただきます。はい、他にご質問ございませんか。はい、では前の方にお願いします。
新報社の田中と申します。よろしくお願いします。市長はこれまでの会見でも、多世代にわたる広がり感染状況の悪化というところを大変危惧されておらっしゃいまして、はい、そのため本日は、高齢者施設でのクラスターの発生という報告もありました。で、今後その感染状況をさらに市内が悪化していったという場合なんですけれども、はい、市側の方から再度そのまん延防止等、重点措置の要請を出す形になるのか、それとも県側の方の感染状況を見て、追加適用という判断になるのか、そのあたりはどういった形になるんでしょうか。はい、答えは両方なんですけれども、県の方でも、知事さんも、市町村の要請に関わらず躊躇なく対応するということを会見でおっしゃっていたと承知しています。ですから必ずしも市の要請、先ほども、これ山口さんからご質問あった通り、法律上の権限は青森県にありますので、県のご判断でこれは発令できますので、市の要請が必ずしも必要な 法的要件になっていません。ですから県としても発動されることはあると思いますし、今回の協議を踏まえて一定の数値基準を持ってこういうふうに判定していきますよとお話もいただきましたので、おのずと皆さんもこうした数値はある意味計算すれば分かる数字の一つですので、ちょっと県全体のとかいろいろありますけど、条件はありますけど、一定程度分かる前提で県としてもご判断いただけるということは一つの安心材料だと思います。ただもちろん青森市としても感染状況が悪化し、またそうした数値基準に合する可能性があるとなった場合は、今回の経験を踏まえて速やかに協議体制に移るという経験ができたことは確かです。ただ冒頭田中さんからご質問あったその今日は確かにクラスターの状況を報告した、高齢者施設ということになりますけれども、世代別になりますと、実際には本日、10代と10歳には74ですので、確かに今日高齢者クラスターって80代以上が15名ということで人数は多くなっていますけれども、先ほど検査結果 も途中で申し上げたと思いますが、121名検査したうち、14名陽性を今日発表していますが、残り107名の陰性はすでに全部確認していて、いわゆる検査中という方はいません。施設ですので速やかに検査したということもあって、いわゆるそこで一旦まだ検査中でこれから拡大が見込まれるという状況に一旦はなっていません。そうしたことを踏まえて、まずはこの高齢世代について一つ一つしっかり抑え込んでいくという状況は今のところはできてます。ただこれからどうなるか分かります。そうなった場合は速やかに後藤田中さんからいただいた県との協議に移っていく可能性は十分ありますので、今後調子時でも県と引き続き協議は継続していく旨を宣言させていただいたつもりです。分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他にご質問ございませんか。あ、後ろの方ですね。はい、あ、マイク持ちますか。はい、毎日新聞社の方と申します。すみません、こちら暴走になってしまって全然ございません、はい、すみません、重複していただいて大変申し訳ないんですが、改めて今回そのマン防適用が見送りになったことについて改めて市長のコメントの方をお願いします。そうですね、はい、確かに質問の一番最初にいただいた内容ですね、もう一度申し上げますが、やはり大変残念だと思っております。今回まん延防止と重点措置の要請について青森市を、対象区域から見送るという見解を示されることは大変残念だと思っております。ただ我々としてはそれを、下を向いて打ちひしがれている余裕が今ありませんので、小中学校あるいは保育園等のいわゆる子どもたち世代に広がりがあるということを踏まえて今回分散登校、先ほど冒頭実は質問あったんですが、これまでやったことあるかというご質問ですと、2年前に、かなり以前にやった経験でありますけれども、多分県内でまだ踏み込んでいることはないはずでして、それだけ厳しい措置を子どもたちにお願いしなきゃいけないという状況ですので、大変つらいお願いになりますけれども、ぜひ感染の拡大防止のためにご協力いただきたい、それに我々も全力を尽くしていきます。そのように冒頭申し上げた質問です。ありがとうございます。今回見送られたっていうことで、本当に残念っていうことを今市長おっしゃったと思うんですが、はい、今後やっぱりこう感染状況を踏まえて、もっとやっぱりこう感染状況がひどくなれば再度こう県に、マンボの適用を訴えていくことってのは考えられてはいるんですか。
そうですね、ちょっと冒頭そのあたりの数値基準も県からお示しいただいたので繰り返すことはしませんけれども、一定の4つの基準で我々としては今回の見送りというのを正確にお話をいただきましたので、そうした飲食店に起因する広がりは弘前市と同等だけれども、年齢階層別の割合が弘前市よりも若い層に触れていること、あと新規陽性者の数が弘前市よりもまだ少ないということ、それから新規陽性者 その県内のシェア率が必ずしも弘前ほどではないという、その部分で今回見送りになってますので、それを踏まえて今後そのまさに県内の率であったり新規陽性者の数が増えてくれば、本部長知事最後に申し上げました通り躊躇なく対策を実施すると県もおっしゃっておられますので、知事さんもおっしゃってますので、続き協議をしていきたい、このように思っています。ありがとうございます。よろしいですか。はい、はい、他にご質問ございませんか。よろしいでしょうか。それでは内容ですので、これで記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。